皆さん、おはようございます。マーティン、デアノミアクーボーイ、キング,ルグです。キング、フタクの、B ーイ今回はですね、姫路浦和さんの質問、まあ、今年、今シーズン、B リーグ卒業の姫路浦和さん、2021年シーズンをもって卒業しますと発言した姫路浦和さん。私、まあ、私が、まあ、送信した質問を言います。山形といえば、まあ、いろいろ名物だけでなく、いろいろ、大石直さん。 とかも思い出すんですけども。山形といえば何かという質問。やはり名物といえばやっぱり、秋といえば芋煮。あとは、だだちゃ豆。山形はま山でだ。あとはまあ、鴨水族館、クラゲドリーム館。あとは、北前船。まだあるんです、山形。金山杉。あとはまあ、新城祭り。えー、小原沢水か。 米沢牛、山形牛、庄内豚、あとは庄内浜、えー、鳥海山、月山、羽黒山、湯沢山、出羽三山神社、出羽三山ですね、はい。山形、あとは、まあそうですね、湘二、あ、天道ですね、天道要は。あとは、らんぼ、ラフランス。あとは、庄内垣。まあいろいろあるけど、姫路屋さんはこの中で何答えてくれるかな まあいろいろし、他にも質問考えてはいますけども、まあこれくらいかなと思います。何か質問あれば、ピーリングプラス会員の方のみ限定です。以上です。バイバイ。